こだけのタイヤツを貼ってもいいかもしれないですけどね。カットしてのその止めはもうタッチアップすればいいから、うん、あ、お疲れ様。松本くん、今日こっち来れるは来れるのかな。言ってたな、青木選手のやつちょっと打ち合わせしないと、塗装屋さんの意見聞かないといけないところがありそうで。作りとしては23の面が正面に見えてきて、2を正面から見たときに左側にこの1、3の右側から見たときに1。先ほど色の話があったんですけど、1番の紺色とその中の赤色と23番の紺色と縁の赤色は全部それぞれ色が厳密に言うと違うので、それぞれ色番号を分けているような形になっています。木材にポリエステル系の化粧剤を貼ってそれに塗装をしているという状態なので、まあ、金物ではないので重量的にはそんなに重くはないかと思います。4人ぐらいで持ち運ぶことはできます。私たちの会社は株式会社キサヌキです。青木選手出身の宮崎県日向市の隣にある延岡市というところで工場を持って働かさせていただいております。主に別注の店舗向けの家具を作っているような会社です。従業員はおよそ50名ぐらい、工場の職人がですね35名ぐらいいるんですが、その平均年齢が今27歳ぐらいのかなり若いっていう特徴を持った会社ですね。こちらの写真のような内装の空間を作ったりとか、ちょっと特殊な形の重機であったりとか、マンションのリフォームとかも手掛けていたりします。それと並行してですね、最近は自社製品の商品を作っておりまして、木製のこういったカートであったり、弊社3次元加工ができる機械を持っておりまして、こういった機械でこういったちょっと変わった形の家具、あとはですね和風の家具なんかの作成を行っております。データ制作をここで行ってます、まあ、天板とか斜めになってくるパーツに関しては手で加工するのがちょっと難しいので、機械の方で加工するような形になります。全て、まあ、100パーツ前後ぐらいにはなるかと、うん、はい、これそもそも作図自体は、はい、あのユニフォームデータが届いてから、はい、どれぐらいの時間がかかりましたか。大きなパーツに関してはまあ1日あれば全然可能です、うん、こういうちっちゃい部品はやっぱり1個ずつちょっとデータをこう作りますので、うん、まあ、全てトータルすると2日半とか、うん、最後に、これが木材ではないんですけど、最後にあの貼るメラミンっていう素材のデータ制作、このモニュメントがちょっと塗り分けがあるので、そのパーツでは分けて貼り付けるような感じで考えてまして、そのためのデータの制作をここで行ってます。実際このデータを加工するところをご紹介しますので、はい、弊社の方で取り扱ってます NC 加工となります。手加工ではちょっと難しいものとか、ちょっと角度のついているものとか、ちっちゃいものとか、そういうものをこちらの方の加工機の方でやっていきます。草抜きはですね、工場が 1,2,3 工場とあるんですが、本日こちらの第2工場の方で作品を作っております。
まあ番号の社のライダーを作ってます。このみこし床のレベルを合わせるためにこの厚さをつけてます。こちらの傾斜この辺がたわまないかだけまた見といて。ああ、裏面は真っ白よりは紺の方が写りが良いです。もう全部黒にしちゃう。全部紺に塗っちゃいます。そうですね、はい。素材は何なんですか？はい、メラミン。メラミンっていうメラミン化粧板みたいな。ではこれで、本体の方は完成してましたので、これからまた、塗装作業の方に入ります。
いやー、いいんじゃないですか、これすごい。完成です。ありがたい、本当にありがたい。矢部さん、これサイン、どこでもいいんで、ちょっと書いてください。
ありがとうございました。これからも頑張ってください。青木さん、早稲田大時代からずっとファンです。永遠に私のヒーローでいてください。青木世界観もものすごく良かったです。私のバイブルになりました。21年間ありがとう。青木選手、21年間お疲れ様でした。僕は第2回の WBC きっかけで野球を始めて、ずっとあの青木さんを応援してここまで僕も成長してきました。21年間お疲れ様でした。ありがとうございました。16年間僕の後がし続けてくれてありがとうございました。これから青木選手の第二の人生が始まると思うんですけども、その時も青木選手らしくいつも笑顔でいてください。本当にお疲れ様でした。野球が大好きになったきっかけも、スワローズが大好きになったきっかけも、全て青木選手から始まりました。本当に今野球に出会えたこと、青木選手に出会えたこと、本当に感謝しています。これからも青木選手らしく笑顔で一杯過ごしてください。本当にお疲れ様でした。私たち岐阜で一緒で、青木選手が好きで出会って、すごい思い出が深くて、もう15、16年くらいの付き合いで、一緒にめっちゃ寂しい。寂しいです。幸せでした。応援できて、はい、これからも応援してます。お疲れ様でした。